はい、ハンマイオ先生です。インジケーターですけれども、月曜日のね、設定事情でですね、ちょうど私の15分足の一番リストのねインジケーターなんですけど、パーセンテージが 60% だとちょっときついような感じで、ちょっと検査進めたんですけれども、で 55% にしましたら、利益が上がってきました。取引数がちょっと多くなりますけれども、また稼ぎ率が非常に少ないですけれども、その方が稼げるという感じですね。今後分かりませんけれども、今こちらなんですけども、これはね新しいインジケーターなんですけど、こちらのインジケーターね、55% ですね。でシグナルを受けて投資してみております。これはデモ口座ですね、デモ口座ですので9320円ということですから、4320円の利益ですね。10月10日ですね、私の誕生日が10月17日ですね、還暦になりますね。で、まあ1日でねこれ稼げたらすごいですね。4320円ね、1000円ずつ投資ですからね。こちらの販売価格はいくらだった、300万ぐらいしたかな。なんで注意してください。このインジケーター300万か100万ぐらいだと思いましたね、販売価格ね。このようにね、設定値調整しましたら、今11200円になりましたね。で、これも勝ちになりそうですね。日付が12時ですね。10月10日水曜日となるわけですね。月曜日じゃなかったですね。水曜日ですね。水曜日の試験テストで、です。このインジケーターなんですけどね、今15と書いてますけども、最新のインジケーターですね。これで投資するのが一番いいんじゃないかなという感じですね。11200円、ですね、すごいですね。こんな感じでいつも稼げればもう大変なことだと思います。その他パソコンでね、タブレットにこちら。こちらは5分足のインジケーターなんですけど、新しいバージョンで、まだこれは発表してませんけど、5400円で400円の利益ですね。なかなか設定難しいけれども、あれでね、こちらゲームやってましたけど、ね。ワードタンクなんですけどね、私がちょっとやってまして、そんなことでした。では